皆さんこんばんは、長谷川パセリです。長谷川パセリ。今日はローカルデータというウェブメディアの方が何を間違えたのか長谷川パセリを取材したいということで自宅に来ていただいております。ということなので題して長谷川パセリとローカルデータ丸乗り企画ということで、今日取材なのでねインタビューをしていただくんですけれど、そのインタビューが終わった後に丸乗り企画としてメントスコーラやっていきたいと思います。僕あんまりメントスコーラ得意ではないんですよね。結果が見えてるのにあんな風になっちゃうのっていうのがあるじゃないですか。でも今日はね YouTuber としてローカルデータさんは取材に来ていただいたので、ちょっとそれらしいことを見せておかないと格好がつかないじゃないかということでやっていきたいと思います。とその前にインタビューちょっとだけ見せちゃいます。今は一人で活動してるってことで、そうです。こう YouTube に結びつけたきっかけみたいな、いつぐらいから考えてたんですか？去年、うん、ストリートライブを毎日下北沢でやってたんですね。まあ自分の表現をするため、名を広めるためっていうのもありますし、あと生活困ってたんでちょっと収入のためにライブをやってたっていうのがあったんで、それなりに結構晩飯が食べられるぐらいは稼げたんですけど、そこで結局煮詰まっちゃって、何のために音楽をやっているんだろうと思って、それだったらもっといい方法があるんじゃないかって、まあ結局面倒くさがりだったんで外に出て歌うのが、それだったら外に出て歌うのが面倒くさくなったの？ストリートライブそもそも僕嫌いなんですよ。あ、そうなんだ。うるさいじゃないですか、うん、で、そう、そういうのもあって、ね、うん、で、ね、ネットの方に行くと、うん、騒音にもならないじゃないですか、間違ってクリックしない限り、うんうんうん、まあ聞く側の自由だよね。そうなんです。だから僕の YouTube のスタンスとしては、うん、あのライブだと思ってるんですね僕は。そのさっきと言ったようにストリートライブの延長線、うんうん、ライブの延長線、うん、MC みたいな。そうです、うん、大げさな MC ですよね、うんうん、だから僕が考えてるのはもうこれはもう全然話してもいないようなんですけど、うん、徐々にどんどん音楽の方に絞っていこうかなっていうふうに考えてます。自己紹介が終わったら、自分を知ってもらったら、もうあの焦点は長いスパンのライブであったので、うん、恥ずかしいから、うん、というのじゃないんですよ、うんうん、じゃなかったらステージに立って音楽できないですから、うんうん、もう一個の理由が、うん、なんかやっぱり恋愛とかでもそうですけど、うんうん、なんか気になる人、うん、僕結構自分の情報をさらけ出す人間あんまり好きじゃないんですよ、うんうん、なんかそういう人を知っちゃうと、もっと知ろうって思えなくなっちゃうじゃないですか、うんうん、やっていいですか？もちろんです。早くしろ。でも実際どうなんですかね、大したこと起こらないとは思うんですよ、うん、動画で見てるのは絵だからブワーって出てる感じがするんですけれど、実際にやると多分ジョジョジョってにじみ出てくるような感じ、それでみんなオーバーなリアクションをしてワイワイ楽しんでいるという、正直な気持ちでしょ、ね、反応はね、そうだね、うん、そうだね、だってそうですね。そこ始めていきますね、はい、カメラのご準備も OK です。こういうのいらないですね。大丈夫です、もういらないです。うん、結構強めの炭酸で、強炭酸です ね、もうこの時点こっちの方がメントス入れる前より怖いんじゃないか現象起きてますよね。なんかやってる。こういうの小学校の時やりますよね。メントス今日3本買ってきたんです。それ全然見せるの忘れてましたね。それを一気に入れてこうじゃありませんかということで、じゃあ早速入れていきましょうか、はいはい、いきますよ、うん、一緒にってこと？ 3、2、1 で、で、ちょろちょろちょろってなってる瞬間に僕はホイホイホイと澄ました顔で入れてくんで、わかりました。じゃあ私ここビヤって入れて、じゃあいきますよ、3、2、1、ほら負けるうっそーうっそうっそちょっと蓄音機びちょびちょだし、これだけでは終わらない、この後予想を超える出来事が。嘘ちょっと蓄音機びちょびちょだし、やだーやっせーやっせーマジか。パセリお前。予想以上にびちょびちょになってしまいましたけれど、皆さんいかがでしたでしょうか。今日このローカルデータさん取材しに来ていただいたんですけど、前半のインタビュー部分とこのメントスコーラ
大事件バージョン記事にももちろん載りますので、もしよかったら皆さん見てください。それでは終わり。